はい、ネイルドットコムです。結構前になるんですけれども、コメント欄で、いただきました商品購入してみました。こちらはネイル工房さんで出されているネイルフォーム、クリアフォームになっております。こちらのネイルフォームなんですけれども、今回私が購入したのがお試し用ということで、全部で10枚に入っているものになっています。こちらがね、私が普段使用しているネイルデナウスさんが出しているネイルフォームなんですけれども、こちらはね、紙でできているもの、これはなんとプラスチックでできているものだそうです。こちらは紙を撥水加工させてあるもので、長さ出しをするのに使用するものになっているんですけれども、どうやら今ジェルスカルプがかなりこう主流になってきていて、こちらの紙のフォームを使うと硬化不良を起こしたりとかすることもあるみたいなんですよね。私は正直今までいろいろなスカルプチャージェル試してきたと思うんですけれども、今のところ硬化不良を起こしたっていうことはないんですけれども、ジェルスカルプって今本当にたくさんのメーカーさんがいろいろなカラーを出しているので、多分カラーが入ってるものとかだと硬化不良を起こしやすいとか、まあ、そういったこともあって、こちらのねクリアフォームを使うと硬化不良を起こさずネイルをすることができるということで出ておりました。このネイルフォーム一体どうなのかっていう部分だと思うんですよ。プラスチックでできているけどカットするのとかどうなんだろうとか、いろいろね皆さん多分思うこともあると思うので、今日はねこちらのネイルフォームを使って、こちら側の爪ですね、長さ出ししていきたいと思います。あ、ちなみにこれが前にやった雪の結晶なんですけれども、特に黄ばみもなく綺麗に伸びることができました。アイシングジェル本当おすすめできる商品だと思います。はい、まずネイルをオフすることができました。今こんな状態で、ここの中指だけフィルインではなく全オフしてあります。で残りはフィルインっていう感じで仕上げていきます。ここのフリーエッジの部分をまず短く切ります。短く切ったら形を整えます。はい、短くすることができたらこんな状態です。ではですね、こちらのついに出番となるんですけれども、まず自分のここのイエローラインに沿ってフォームをカットするんですね。でその時のカットの仕方なんですけど、まずはここの部分を自分のフリーエッジの形に沿って合わせていかないといけないんですけれども、今ねここがちょうど切れ目ですよね。でここの線あるじゃないですか。でここにサイドのイエローラインを合わせます。私の爪で合わせるとこんな感じですね。ちょうどここの切れ目の部分がここのサイドのイエローラインと合っていて、こっちも合ってる状態になってます。でそうすると分かると思うんですけれども、これが透明なことによってすごく分かりやすいので、ここに合わせてまずはカットをします。なんかすごいプラスチックの匂いがする、ちょっと臭いとすら感じる。だいたいこのぐらいかなっていう感じをこんな感じで爪に合わせて、カットすることができたらここの下の部分ですね、ここもカットします。なんか紙じゃないから跳ね返りがすごい、こんな感じで貼り付けができました。こんな感じですね。先端から見た感じはこんな感じについております。結構跳ね返りでプラスチック感を感じたんですけれども、粘着力がとにかく強いので、つけた後は結構フィット感がありますね。でこの状態で今から塗っていきます。
はい、ベースジェルを塗り終わりました。で、こっからいつも通りこちらのオラックさん使ってやっていきたいと思うんですけれども、今日は少しセルフさんでも簡単に長さ出しができるようなやり方でやっていきたいと思います。まずは自分のこの先端の残ってる爪と合わせたいと思ってるので長さを確認します。で、だいたい長さ的にはこの一つ目の目盛りよりも少し上ぐらいでいいかなっていうのがあるので、自分が思ってるよりも少し長さを出してあげることによって削りで長さの調整ができるので、これが短かった時にもう長さの調整をすることができないので、一目盛りよりもちょっと上まで長さを出します。で、取ったものをここにこんな感じでまず置きます。そしたら筆にエタノールをなじませてあげて、あ、ちなみにね、筆きれいにしました。押しつぶしながら形を作っていきます。このね、サイド、ここがね、きちんと来てるかどうか、ここ一番大事。こんな感じでね、つけることができました。長さは今ベストな状態なんですけれども、見ていただければ分かるように根元の部分を開けてあります。これは動画内で伝えやすいようにちょっとね多めに幅開けてるんですけど、実際にやる場合にはもう少し下まで行っちゃっても大丈夫です。一度この状態でライトに入れて硬化をしていきます。5秒硬化をしました。オラックさんね、本当に短くてもねきちんと固まる。はい、剥がした状態がこんな感じですね。で、こっからサイドにピンチを入れていきます。バウンドしやすいので少しきつめにピンチを入れてあげても大丈夫です。で、ライトに入れて完全硬化します。こんな感じでまず長さ出しをすることができました。で、全体的にちょっと拭き取ります。強度が素晴らしい。したらこちらですね、こちら今私が使用しているハーモニーさんの180グリッドのネイルファイルです。で、こちらを使って形をで整えていきます。アウトラインこんな感じで整えることができました。アウトラインを整えることができたら次は表面を整えていきたいと思うんですけれども、今こんな感じで根元とこのちょうどここの部分結構ね段差なく作ることができているので大丈夫なんですけど、ここ段差がギュッと筆で押した時にここだけポコッとね段差ができやすかったりとかするので、そうなった場合にはそこの段差をフラットな状態で作ってあげることが結構大切です。今回特にここの段差はないんですけれども、全体を削っていく時にここのスカルプチャージェルの部分を削ります。なんで根元を開けたのかっていうお話なんですけれども、結構ねここの皮膚の部分みんなね傷つけてるなって私ツイッターとか見てて思ってて、やっぱり傷つけることによってささくれの原因にもなるし、やっぱりねオイルをいくら塗ってもどうしようもない状態になっちゃったりとか出血したりとかする可能性もあるので、そういうのを考えるとここ隙間開けて作っちゃって後で一番最後にフォルムを作る時に埋めてあげればいいじゃんっていう風に思ったので、私は今回このやり方でやってみました。では表面を削っていきたいと思います。全体の形、あらかたねこう自分で削って形を見てある程度厚みが整ったなと思ったら180グリッドのスポンジファイルで全体にかけていきます。こうすることで表面がかなり滑らかに仕上がるので、これはね絶対1回やった方がいい。はい、こんな感じで出来上がりました。一番最後にここの根元の部分ですね、ここも軽くファイルはかけていきます。はい、出来上がった爪はこんな感じになっております。裏から見た時がこんな感じです。はい、ということで皆さん終わりました。
こちらですね、今はとりあえずクリアでまとめてみました。今動画内でご紹介したやり方なんですけれども、皆さんもね結構長さ出しされてる方いらっしゃると思うので、もしよかったらぜひぜひ参考にしてみてください。今回紹介させていただきましたこちらのネイルフォーム、実際に使ってみた感想なんですけれども、かなり粘着力があって、多分ね5本全部つけても、施術してる最中に外れることはないんじゃないのかなっていうふうに思いました。クリアになっていることによって、今現状自分のイエローラインの、カットの仕方がわからないっていう方とかにはね、すごくおすすめの商品なんじゃないのかなというふうに思います。私が今回購入したこちら10枚で108円で購入することができたんですけれども、大容量500枚入りのものですと3218円で購入をすることができるみたいです。10枚のやつを買ってみて自分で合ってるなって思ったりとか、とりあえずこれで練習をしてみようって思う方でしたら、500枚入りの方が全然お得になってるので、そちらで購入してみたらいいと思います。概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらからぜひぜひ購入してみてください。はい、では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ネイル.comでした。